今回いろんな俳優さんと共演させていただいてるんですけれども、まあ、主演の佐々木蔵之介さん、真面目なんですよ。ものすごく真面目です。こう言うと怒られるかな。本人はやっぱりそういうの隠したいですもんね。でもね、すごく努力されてて、蔵之介さんがやってるのを見ると僕らもやらなきゃなと思って、それに触発されてみんな頑張ってるっていう感じなんですけど、手塚さんはですね、僕が話しかけるとですね、手塚さんなんかいなすんですよ。どうしたんですか、手塚さん髪白いですねって言うと苦労してんですよ。そんなわけないじゃないですか。なんか普通に僕は手塚さんに、いや白く染めてさみたいな話、普通の話をしたいんですけど、手塚さんは僕の話を全ていなすんです。そういう人です。アナウンサーはですね、すごいですよ。あ、これも言っていいかどうかわかんないですけど、本人に確認してください。自転車なんです。いわゆるママチャリで、距離的に言うと1時間ぐらいです。走ってくるんですよ。だからもうすごいスピードで到着して、その自転車を止めるところから入り口まですごいスピードで、あざっす、あざっす、あざっすって言いながらもう入ってくるんですけど、多分僕のイメージではアナウンサーはドア開けて自転車乗ってバーッつって降りてスピードで入って座るまで全部同じスピードだと思います。面白い先輩です。大好きです。僕の10個です。好き。もうカジ君も昔からしてて、もう10代の頃から知ってるんですけど、カジ君も好きですしね。竹内君、竹内正人、僕なんか正人まだ呼んだことないんですけど、これから正人って呼ぼうかなと思ってるところなんですけど、あの子はですね、すっごい学歴なんです。びっくりしたんですよ。で、最初蔵之介さんとかと、すごいやつが来るぞ、すごい学歴のすごい理論のやつが来るんじゃないかと思ったら、いい子です。いい子でした。なんか普通にちょっとだけこう雑談する時間もあったりすると、いやー昨日飲んじゃいましたみたいなことを言う普通の若者のいい子なんです。でもお芝居しっかりしてるし、可愛げがあって、女優さん2人も面白くてですね、花ちゃんはですね、すごいんですよ。動きがやっぱりダンスをやっていたということなんで、体の使い方がしなやかなんですね。多分舞台で見て皆さんもその辺本当にちょっとした仕草とか、そういうのがダンスをやってたりしないです。僕が一番今おすすめなのがですね、エリーズ大西さんです。早川さん、大西さんめちゃくちゃ面白いです。めちゃくちゃ面白いです。めちゃくちゃ面白いです。稽古場でそんなにみんなでわーって大声上げて笑うことはないんですけど、僕はこうやって笑ってます。大西さんなんかやるとき、見ていただければ分かると思うんですけど、とにかく真面目な子なんです。それがこの作品と役とにあって、ものすごく面白いので、ぜひ楽しみ。ファンの方もおそらく今まで見たことない彼女も見れるんじゃないかと、ぜひお楽しみいただくと。上層も素晴らしいです。安藤君と菊池銀河っていう若い2人と楽しくなっています。クラブさんはですね、稽古をですね、みんなの稽古を助けてくれて、やっぱり今回セリフが多いんですよ。みんなセリフにちょっと少し苦労してね、そんな稽古時間がないんで、それ全部こうプロンプ、ラボさんがプロンプして、あと桜子さんのアイデアがブルカルエーテさんに採用されて、それがきっと本番でも使われるアイデア、彼女のアイデアっていうシーンが一つあります。どのシーンか見てお楽しみと、そんな素晴らしい共演者を作っております。ぜひ劇場に足を運んでください。以上です。